マールバラ公爵は、イングランド貴族の公爵位。モールバラとも表記される。この爵位は1702年に、スペイン継承戦争で、イングランド軍司令官を務めた初代マールバラ伯爵、ジョン・チャーチルに授与されたことに始まる。しかし、初代公爵が、女子しか残さなかったため、議会から特に許されて、女系継承が行われ、三代公爵、 チャールズ・スペンサー以降、スペンサー家によって、代々世襲されるようになった。五代公爵ジョージは、チャーチルの加盟を復活させて、スペンサー・チャーチルに改正している。2018年現在の当主は12、十二代公爵チャールズ・スペンサー・チャーチルである。爵位を持っている文家に、スペンサー伯爵家とチャーチル団爵家の二つが存在する。2011年のブレナム宮殿。 スチュアート長考期の軍人ジョン・チャーチルは、1668年から1670年に、かけてのモロッコとのタンジール戦争や、1672年から1674年に、かけての第三次英乱戦争、1685年のモンマスの反乱鎮圧、1688年の名誉革命時の裏切りによる革命成功への貢献などにより一大にして、 急速に爵位を上昇させた。1682年12月21日に、スコットランド貴族爵位、バーウィック州における、アイマスのアイマスのチャーチル卿1685年5月14日に、イングランド貴族爵位、ハートフォード州における、サンドリッジのサンドリッジのチャーチル男爵、バロン、チャーチル・オブ・サンドリッジ、 オブ・サンドリッジ・イン・ザ・カウンティ・オブ・ハートフォード、1689年4月9日に、ウィルトシャー州におけるマールバラ伯爵に助せられている。彼の妻、サラ・ジェニングスは、1702年に即位した、アン・女王から長愛を受ける女官だったため、彼はこの年に始まるスペイン継承戦争において、イングランド軍最高司令官に任じられ、フランドル及びバイエルンで、 目覚ましい戦果を挙げた。弁ーやリエージュを占領した戦功で1702年12月14日にイングランド貴族借位ブランドフォード公爵やマールバラ公爵に除せられた。さらに1704年にはブレンハイムの戦いでフランス軍に対象した戦功により、ジからロンドン近郊のウッドストックに2万5000エーカーの土地を与えられ、また、 女王の資金提供でマールバラ校の居宅となる宮殿が建設された。建造は1705年から開始されたが、完成は初代公爵の死後の1725年になってのことだった。この宮殿はブレンハイムの英語読みにちなんでブレナム宮殿と名付けられた。ブレナム宮殿は歴代のマールバラ校に相続され、現在では世界遺産に登録されている。 初代マールバラ公は男子を早くに失ったので、議会によって女系によっても、爵位を相続させるよう爵位の継承条件を変更する特別の条例が定められ、長女のヘンリエッタ・チャーチルが二大公爵となった。ただしこの際に、スコットランド貴族爵位バーウィック州における、アイマスのアイマスのチャーチル教は廃絶している。ヘンリエッタの次の継承権は、 妹のアン・チャーチルにあり、アンは三代、サンダーランド博、チャールズ・スペンサーと結婚していたため、アンとサンダーランド博の長男チャールズ・スペンサーが、サンダーランド博の爵位に加えて、マールバラ公の爵位を継承し三代公爵となった。これより、マールバラ公爵家の姓は、スペンサーとなるが、五代公爵ジョージは、1817年に、初代公爵にちなんで、 スペンサー・チャーチルの複合性に改正した。そのため五大公爵以降の子孫はしばしば性をチャーチルとして略される。三大公爵の老いにあたるジョン・スペンサーは、ホイッグ等の庶民人議員を務めて1765年に、スペンサー伯爵に助爵された。この家系からは、チャールズ皇太子の最初の妻だった、ダイアナ妃が出た。また四大公爵。 ジョージの次男フランシス・スペンサーの家系は、チャーチル男爵家となっている。このスペンサー伯爵家とチャーチル男爵家が爵位を有する文家である。なお、第二次世界大戦期のイギリスの首相、ウィンストン・スペンサー・チャーチルは七代公爵ジョンの次男で、大蔵大臣、インド担当大臣を歴任した、ランドルフ・スペンサー・チャーチル教の子であるため、爵位のない文家にあたる。 現在、マールバラ公爵位に付属して継承される爵位は、ブランドフォード公爵サンダーランド伯爵マールバラ伯爵スペンサー男爵チャーチル男爵このうち、サンダーランド伯爵とスペンサー男爵は、スペンサー家に由来する。初代公は、スコットランドの爵位である、チャーチル教も保有していたが、初代公の死で断絶している。イギリスの慣例により、 その事件のマールバラ公爵の第一継承者である、公の長男は、ブランドフォード公。その継承者である長男の長男は、サンダーランド博を、儀礼上の称号として名乗る。一族のモットーは、不幸でも、忠実に。貴族に除せられた後、新山のマールバラ公をからかおうと他の貴族から、君は、誰の子孫なのか、教えてもらえるかな、と問われたとき、 彼はこう答えたと言われている。私は子孫ではない。祖先となるので現在の当主である第12代マールバラ公爵、ジェイミス・スペンサー・チャーチルは以下の爵位を保有している。法廷推定相続人はブランドフォード公爵、ジョージ・ジョン・ゴドルフィン・スペンサー・チャーチル。ありがとうございます。